いどうも、むいちゃんです。今日はね、これから愛知県の刈谷市に向かいたいと思います。ある視聴者さんから、リクエストをいただきました。東海道線の、刈谷駅と野田新町駅の間でね、貨物列車の撮影をしていただきたいとのことです。僕もね、ちょっとあの辺りはね、非常に興味がある、場所だったのでね、今日ちょっとね、予定が空いたので、刈谷駅、そして野田新町駅沿線で、撮影を行いたいと思います。それでは出発したいと思います。はい、浜松からね、車で走ること約2時間、刈谷市内野田新町駅付近に、到着しました。今回はね、この近くで撮影したいと思います。では、
はい、ただいま2時50分になります。今ね、53番列車福山レールエクスプレスが通過しましたが、飛ばしてましたね。今野田新町の駅で撮影してるわけですが、この後ね、駅の並びは、刈谷、会津、そして大府の駅とね続きます。少し前でね、古い情報ですが、先ほどの53番列車この大府の駅で、後続のね下り51番列車スーパーレールカーゴに追い抜かれるというダイヤになっておりました。そしておそらく51番列車が今来たようですね。時刻は間もなく午前4時になります。下り次に通過するのはおそらく1051番列車、これ列車を撮影したら、本日は引き上げたいと思います。
はい、無事撮影を終えました。はい、このスピード感、大迫力、今日もね、大満足です。またね、機会があったらここで撮影してみたいと思います。それでは浜松に引き上げたいと思います。刈谷から浜松に今戻ってまいりました。時刻は6時を少し過ぎたところですね。で、浜松駅でこれから以前の動画で紹介した、朝1番の上下2本の貨物列車1055番列車、54番列車、こちらの2本をね、撮影して、本日の動画を締めたいと思います。今回は主にね、野田新町駅付近での撮影となりました。深夜のね、スピード感あふれる、大迫力の、高速貨物列車をね、撮影してみましたが、いかがでしたでしょうか。また機会がありましたら、今回の場所で再び撮影したいと思います。以上、ふみチャンネル、ふみちゃんでした。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。では